世界で最も美しいワンクラブはワンを生かした観光振興と資源保護、そこに暮らす人々の生活様式や伝統の継承及び景観保全を目的に1997年3月10日にドイツのベルリンで設立されフランスのバン市に本部を置く NGO でユネスコの講演を受けている。加盟条件は申請するワンに 優れた自然の美しさがあること豊かな生態系があること経済的潜在力があること地域と国レベルでの法的保護体制が整っていること世界遺産の評価基準に準じていること全くてつかずの原世自然状態を求めるものではなく湾内にある人工ものも対象となる年次総会で選出された13名の理事による現地調査をもとに 総会の加盟審査委員会で理事の合議により決められ、2004年から本格的な加盟選定を開始している。以下、英語表記国名のアルファベット順記載。カンボジアワン・ウファルミガン方向七味総新赤湖、松島町役場による加盟湾一覧は、クラブ公式サイトで確認できないものや実在しないワン名が含まれ、世界遺産としているところも、 登録地ではない場所があるなど情報として不正確であるが別枠として掲載する。2003年の持続可能な開発に関する世界首脳会議において2012年までに国際的な海洋保護区のネットワーク構築が提唱され2010年の COP10 で採択された愛知ターゲットでは2020年までに地球上全海洋面積の10%を海洋保護区にすることを合意した。 カナダの世界遺産レッドベイは海底遺跡を伴う美しい湾であるこれを受け世界遺産の学術的評価を審査するユネスコ諮問機関の IUCN もグローバルマリーンポーラープログラムを立ち上げ主催する世界自然保護会議で海洋保護区についての具体的検討を開始ユネップによると現時点ではヨーロッパの面積に相当する3%までは 達成したが、現実的には、先行き困難な状況下にある。そこで組織内に、政府間海洋学委員会を持つユネスコは、管理が難しい概洋ではなく、陸地に接した湾に着目。穏やかな湾内のエコトーンエコリージョンは、生物多様性が確保、観察でき、湾内流入の状況から、海洋汚染のバロメーターにもなる。また、 湾内での水中文化遺産保護条約の展開も期待する。今後、ラムサール条約や生物権保護区での湾の登録が推奨される可能性は高い。南極条約によりどこの国にも帰属しない南極大陸でもシーシメラーが海洋保護区制定を主張しており、そこに含まれる南極の湾の一方的な保護と活用は国際問題にも発展しかねない。 同様に他国間の領土問題がある南沙諸島における湾を特定国が加盟させることで規制事実化するような政治利用も懸念される。また、現時点では海洋域の湾に限られているが、淡水域の故障の湾にも範囲を広げることで内陸国の参加も望まれる。クラブは加盟湾の登録を推進しているだけではない。国際会議、青い海。 緑の町の主催や加盟国開催の海洋フォーラムの講演、世界遺産委員会やラムザール条約、定約国会議へのオブザーバー参加、アンワへの助言、港湾美観整備の提言、バラスト水排水による生態系への影響調査援助、湾内春節の支援、出版物観光など存在感を増している。ありがとうございます。